日本神奈川県川崎市中原区木月議音町。木月議音町は神奈川県川崎市中原区の町名。定番を持たない単独町名であり、2004年10月12日に住居表示が施行されている。郵便番号は211-0033。面積は12.3ヘクタールである。中原区の南部に所在し、日経療養水の支流である渋川の右岸に位置する。 一帯はおおむね住宅地となっている。木月祇園町は北端で木月大町と東端では渋川を境として木月伊勢町と南端では木月と西端では伊田三昧町に接する。これらの町域はすべて中原区に属しており、木月祇園町は市、境や区境には接していない。当地は大正末期までは水田が広がり、 水車小屋があるような農地であった。木月の一部であった当地は、高地整理の結果、1940年に独立した町域として設置された。当地と隣の板との間にかかっていた橋からついた、小児名である祇園橋に由来するが、祇園橋そのものの由来は未称である。また、木月の由来については、木月地名の由来を参照のこと。 2021年6月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地を通過する鉄道は存在しない。東急東横線、目黒線の元住吉駅が近隣に所在する。ありがとうございます。